Erina. Welcome back to my channel. 今回は皆さんからリクエストをもらっていた最近ベイビーに購入したものを紹介したいと思います。今回は2人目の赤ちゃんなので、そんなに買うものはないんですけど、いくつか服を購入したりとか、あとバーバジージがいろいろ購入してくれたものもあるので、パパッと紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。それでは、Let's start!そしたらまず大きいものからいきたいと思います。大きいもので買ったのはバシネットを新しく買いました。買ったのはハローバシネットを買ったんですけど、なんか種類も3つあって、ベーシックのやつと、2番目にまあちょこっと機能がついたやつと、3番目のちょっと高いの3つがあるんですけど、私たちはこちらのバシネットを購入しました。なんか音楽が流れたりとか、あと母乳あげてる時のタイマーだったりとか、あとちょっとバイブレーションでベッドが動いたりとかする機能があるんですけど、そちらを購入しました。まだ使ってないので、どれぐらいこのバシネットがいいかわからないので、使い始めて、いいところとか悪いところはまた別の動画でご紹介したいと思います。で、2つ目がこちらのお風呂を購入しました。このお風呂はスカイラの時も使っていて、穴が開いて使えなくなっていたので新しく購入しました。最初スカイラを出産した時はお風呂のタブがなかったので、このお風呂をシンクに持ってってスカイラを洗うということをしてたんですけど、本当に使いやすかったので今回もこのお風呂にすることにしました。で、次はおむつを変える台があるんですけど、そのカバーシートを購入しました。女の子なので可愛いものがいいなと思ったので、今回花柄のものを購入しました。で、今回紹介するものはできる限り概要欄の方に URL を貼っておくので、よかったら概要欄もチェックしてみてください。次がこちらのブランケットを購入しました。花柄とハートとメッセージが書いてある3つのブランケットがセットになったものを購入しました。スカイラーの時もこういうのを使っていてかなり重宝したので、今回もこういうブランケット、女の子用に可愛いものを購入しました。ブランケットつながりになるんですけど、こちらのブランケットを購入しました。これは確かオーストラリアだったかなのブランドのものみたいなんですけど、こういう感じでめっちゃ可愛いんですよ。花柄で 100% オーガニックコットンのスワドルみたいで、柄がこの花柄可愛くないですか。ちょっと値段もしたし、再発送っていうのかなになって、ちょっと値段もしたんですけど、これは絶対欲しいと思ってたのでこれを購入しました。めっちゃ可愛い、使うのがすごく楽しみです。で、また次もスワドルになるんですけど、こちらを購入しました。スワドルは本当ブランケットとしても使えるし、いろいろ使えるので、何個持っててもいいかなと思ったので、これもいっぱい買ってしまいました。これはなんとレインボーの柄なんですよ。めっちゃ可愛くないですか。ハワイはやっぱり虹の州って言われてるので、こういうのも買ったら可愛いかなと思ってこのレインボーのスワドルを購入しました。これを使って写真を撮っても絶対可愛いと思います。次はこちらのお人形を購入しました。可愛くないですか。で、これはインスタで見つけたお人形なんですけど、ドネーションをしているみたいで、一つのお人形ごとに10色アフリカだったかなの方に寄付されるみたいなんですけど、こうやってお人形もいろいろユニコーンだったり人魚だったり犬だったりいろいろあって、この犬にしました。可愛い。値段もね結構するものなんですけど、寄付もされるし、可愛いし、生まれてくるベイビーにいいんじゃないかなと思って一つお人形を購入しました。次がナーシングピローの授乳クッションのカバーを購入しました。もうスカイラーの時に授乳クッションは買ってあったので、新しく女の子用にカバーが欲しいなと思って今回このカバーを購入しました。これはアマゾンで購入したんですけど、柄が裏表違っていて可愛いかなと思ったのでこちらのものを購入しました。そしたら次は外出先でおむつを変える時に使うチェンジングパッドを購入しました。スカイラーの時も持っていたんですけど、ミシガンに旅行に行った時に、トムの家族の家に忘れて探してもらったんですけど見つからなくて、新しいものを今回購入しました。前のはすごいシンプルだったんですけど、今回はちょっとヒョウ柄にしてみました。中はこんな感じで、上にポケットがついていたりとか、あとここにポケットがあったりとか、あとここを取り外すこともできて、外出先のトイレとかでこれを敷いて赤ちゃんのおむつを変えるっていうやつなんですけど、今回の購入したやつはここにちょっとしたクッションがあるので、赤ちゃんの頭もここで守られるのでいいんじゃないかなと思います。生地もこんな感じでわかるかな、ちょっとツルツルしている生地なので、汚れてもすぐパパッと拭けて綺麗になるんじゃないかなと思います。次はアクセサリーになるんですけど、
頭につけるリボンを購入しました。これはロスで購入したんですけど、なんと2ドルだったんですよ。そしたら次もアクセサリーになるんですけど、こちらのヘッドバンドを購入しました。でこのお店ではこの2つの帽子、なんかリボン付きのものを購入したんですけど、なんでかわからないですけど、このヘッドバンドもおまけでくれました。なんだろう、なんかわかんないんですけど、メッセージも書いてくれていて、本当エクストラで1つ送ってくれました。すごい、これもつけるのがすごく楽しみです。そしたらあとは服系になるんですけど、服をもうパパパパーと紹介していきたいと思います。こちらの2つの服を購入しました。可愛くないですか。1つ目がこのヒョウ柄のつなぎっていうんですか、これを購入しました。これは0歳から3歳のサイズなんですけど、これも一目惚れして購入しました。で次がこっちはウォーターメロンスイカの柄を購入しました。かわいい。この他にも長袖だったり、あとなんかスカートになっているものとかもあったんですけど、うちはもうオーソドックスのこの形のタイプを購入しました。そしたら次はこちらを TJ Maxx で購入しました。かわいい。これが7ドル99なんですけど、バラの柄でかわいいです。そしたら次にターゲットで購入した服をご紹介します。ちょうどイースターが終わってセールをしていたので、何着かまとめて購入しました。まずこれが新生児用の服なんですけど、こんな感じのハート柄のつなぎで、もう一つがこっちの花柄のものになります。イースターは本当はカラフルなものが多かったので、すごく女の子らしいものが何着か手に入りました。次がこちらです。これは3ヶ月用の服なんですけど、この前の刺繍だったりとか、これストライプになってるんですけど、可愛いなと思ってこちらも購入しました。はい、そしたら次がこちらのワンジーになります。つなぎになります。これも花柄で、可愛いなと思って、こういうものを購入しました。で、次はさっき見せたやつと、同じ柄なんですけど、このトップスもすごく緑で鮮やかで可愛いなと思ったので、こっちのものも購入してみました。で、ターゲットはこちらが最後になります。で、これハンガーに0から3ヶ月って書いてたんですけど、タグを見ると、6から9ヶ月の赤ちゃんのものでした。まあ可愛いし、まあハワイはずっと暑いので、まあ6ヶ月、9ヶ月でも使えるかなと思って、キープすることにしました。そしたら先日、ジージとバーバとスカイラとアラモアナショッピングモールに行ったんですけど、その時にザラに行って買ってもらったベイビーの服をご紹介します。まず一つ目が、こちらのイチゴ柄のトップスになります。もうこれは本当一目惚れですね。もう可愛いと思って、これに決めました。で、次もトップスになるんですけど、この白のトップスになります。フリフリがついてて、ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、花の刺繍がついてて可愛いです。次がボトムなんですけど、ボトムがこういう感じのなんかパンダイパーをカバーするやつ、ズボンじゃないし、なんて言うんだろう、これピンクのものと薄いベージュのものを購入してもらいました。見えづらいかと思うんですけど、星の柄がちょっとついてます。でこの4つなんですけど、もう組み合わせもこのイチゴのやつとピンクのボトムとか、イチゴにこっちのベージュのやつとか、この白のトップスにベージュでもいいし、白のトップスでこのピンクのものでも合うので、いろいろ組み合わせができるのでいいかなと思います。そしたら次が最後になるんですけど、 YK ショッピングモールでうちのお母さんとお父さんが購入してくれた服をご紹介します。今までは0から3ヶ月のものが多かったんですけど、アウトレットモールのカーターズでは新生児の服をたくさん購入してもらいました。そしたらもうパパッとご紹介していきたいと思います。まずこちらのワンピース、花柄で可愛いです。次がこちらのワンジーになるんですけど、これがレギンスとくっついてるものになります。これも 2way で着れるので可愛いかなと思います。で次はこちらの3つセットになっているものです。花柄の可愛いピンクのものと、ハローサンシャインって書いてるワンジーと、あとこのピンクのパンツが一緒になっている3ピースのセットを購入してもらいました。そしたら次はこちらのデニム生地のロンパースを購入してもらいました。花の刺繍があって、ここがフリフリってなっていて可愛いです。あと下が絞れていて、とっても可愛いデザインです。次はこちらのピンクのフリフリのものを購入してもらいました。これも下にボタンがついてるので簡単におむつ替えができるものです。可愛い。で次がヒョウ柄なんですけど、ハートのヒョウ柄の服を購入してもらいました。これもさっきのと一緒で、パンツも一緒にセットになっているものです。下がスカートみたいになっていて可愛いデザインになってます。
そしたら次が最後になるんですけど、こちらの2ピースセットになっているものを購入してもらいました。まずこれが蛍光のサーモンピンクっぽい色なんです。ちょっと見づらいですね、色が。でもう一つがこっち、ちょグリーンのハートがついているワンジーになるんですけど、後ろがこんな感じで V 字型になっているものになります。はい、以上が今回新しく購入したベイビー用品、あとベイビーの服などでした。まあ、2人目なのでほとんど新しく買うものはなくて、服が結構多いんですけど、少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです。私たちのハワイ生活は毎日インスタグラムとツイッターでシェアしているので、まだフォローされていない方、よかったらフォローもお願いします。この動画が良かった、また何か購入したら紹介してほしいと思ってくれた方、よかったらいいねボタンと、あとまだチャンネル登録されていない方、よかったらチャンネル登録もお願いします。それでは今回も見てくれてありがとうございました。 Thank you for watching and see you in the next video. バイバーイ。